皆さんこんにちは。今回はイカを楽しみます。甘みがあってプリップリの食感を楽しみましょう。先生、イカをプリップリにするコツって何でしょうか？炊きすぎない。炊きすぎない、つまりね、加熱しすぎない、はい、炒めすぎない、煮すぎない、加熱しすぎないっていうこと。それだけですか？それだけ。なるほど。そうするとあんなこういつもキューってちっちゃくなってしまうんですけど、うん、そんな風にはならないと。そうなる前に仕上げてしまう。なるほど、はい、では今日はですね、はい、とにかく加熱しすぎないということを、そうそう、意識したいと思います、はい、ではどんなレシピを楽しみましょう。そうですね、和風は生姜風の炒め物に、それからイタリアンはレモン味で、それから中華風はオイスターソースを使ってお野菜と一緒に炒めてみたいなと思っています、はい、今回もじゃあバラエティに飛んでますよね、はい、はい。ということでイカの最大の魅力、プリップリの食感の料理をレッツクック。さあまずは和風です。生姜で甘辛く煮詰めて楽しみます。先生、このポイントは何でしょうか？ね、煮すぎない、はい、だから一旦取り出して、はい、タレだけ煮詰めて後からさっと絡める。おお、じゃあ濃厚なタレを最後にこう絡めるっていう感じで。そうだから本当に何て言うんですか、そのタレが固形になる直前まで煮詰めて、そこの辛抱が大事かな。わかりました、はい、はい、じゃあ材料ね、はい、はい、市販されておりますカットされた冷凍のスルメイカとかヤリイカというものですね、はいはい、あと調味料はサラダ油、それから醤油、酒、みりん、砂糖、おろし生姜をご用意くださいね。で、そういう野菜は今回水菜とミニトマトということにしました。ではイカの下ごしらえをしましょう、はい、下ごしらえって言ってももうお店で切れているので、はい、どうっていうことないんですが、これ、はい、お店のものを水洗いしてあります、はい、で自分が好きな大きさで食べたらいいんですが、例えば大きすぎるもの、はい、一口に入りにくいものはちょっとこういうふうに切ってみたいなと思います、はいはい、もうほんとこう食べやすい大きさに。そうそしたらこういうふうに、あ、ここの、カットは長いものも、輪っかのものもあるなとかいうようなことがまず自分で先に分かってる方がいいですよね、はい、どうということなんですが、こういうことですね、はい、それからたまにね、ここの硬い軟骨かながついとう時があるので、はい、これは柔らかいですね。そういうふうにもし、若い方でコリコリしたのが好きな方はそのままでもいいんですが、お子様とかお年を召した方が食べる時でしたら、その軟骨の部分とか、そうですね、ここも硬いと思われ、もうちょっと先になったらこう、イカの芯っていうかな、何かの骨みたいなのが入って硬い時があるので、はい、もし手に触ったりしたら、ちょっと開いておくか取り出しておいた方が食べやすいと思います、はい、で、今回は切れかったので特に取り出すものはないんですが、こういうふうに洗ってから一度様子を見て、それから、水気がありますので、こういうふうな、ペーパータオルで水分を取っておくといいと思います、はい、では早速作っていきましょう、はい、私の方はフライパンを温めています、はい、京子さん、この合わせ調味料を作っておいてくださいね。まず何からでも作っておくんですね、はいはい、じゃあ生姜、おろし生姜を入れて、はい、で、お醤油、はい、はい、そしてお酒、はい、はい、そしてみりん、はい、はい、そしてお砂糖、お砂糖もね、はい、でも混ぜておく、はい、混ぜておいてください。はい、わかりました。では私の方はこれね、少し油を引いたところに、はい、先ほどのイカを入れます。はい、炒めていくんですね。炒めますね、はい、もう加熱しすぎないっていうのが、そうなんです、今回のポイントですよね。そうなんです。で、ね、どれぐらいになれば、いや、もう色が変わればいいんですけど、まだ、はい、まだですよ、いくらなんでも。そうですね、まだですよ。まだ早すぎます。まだ早すぎますよ、はい、で、イカが透明感のあるものが真っ白になったらいいわ。あ、いい匂い。
そうです ね、ちょっと甘い香りが。そう、私ね最初ねイカを 見た時にね甘辛く煮詰めてみたの。そしたらうまいこと言ってね、はい、美味しかったの、はい、それで夫のお弁当っていうかお昼のおかずにの取り分けておいたの。その晩何言ったと思う？ていこな、あれは硬いちょっと硬かったんですか？しゃぶしゃぶずっとしとったらうまいんやけどな、あれは歯に痛いイカはね加熱しすぎるともう本当キュッてなりますもんね。キュッとなるでしょ、はい、こんな感じの白くなればもうそれでいいわけね。でもこれはなんだかっていうとちょっと今まだちょっとこっちが半透明なので、はい、もうちょっと待ってるわけ、うん、でも今本当に身がまだプリッとしてるのが分かりますよね。そうでしょ、うん、で私も炊いた時プリッとして美味しかったのに加熱時間が経ったらそう、あのとにかくこう煮しめてしまうとかいう作業はねやっぱり良くないみたい。それほどあのなん佃煮みたいに炊いたことはないんですが、はい、そういうことです。それでねちょっとした目安かな、少しイカの水分出てきたでしょ。そうですね、うん、そしたらね結局身が、加熱されたのでこうなんどう言ったらいいかな、あの水分がこう分離して出てくる、はい、身がこう、はい、赤いエキスがね今出てくるな、はい、ちょっとそうそうそう見えますでしょうか、うん、調味料を入れてください。ここに同じようなフライパン、じゃあいきますね、うんうん、はい。でこの調味料には、はい、だからあのフライパンに残ったイカの旨味のエキスが残ってるままね、はい、香りがすごくしますよねイカの。そうでこれを煮詰めて、はい、こう煮詰めるときはなんやイジジするから本当は強火にしたいんだけど、はい、そうするとおこげになっちゃうので、はい、そこそこのところで時々様子を見ながら、すごく今生姜の香りがしてますよね。そう液体じゃなしに蜜になるまでちょっと待ってくださいまし。蜜っていうのはとろっとした感じ。とろっと、そうそう、ね、私で言うと年末のおせち料理のあのごまめを作る時のあの砂糖と醤油の蜜、反対に余計わからんかごめんね、なんとなくわかんない、艶がある感じの、そうそう艶があって生姜の風味があってね、はい、あの砂糖醤油でどっちかいうとあのおせち料理はあのなんていうんですか砂糖が買ったようなタレ作るんですがね、はい、ここでちょっと手間をかけると、そうここでねそのそう待つことです。お待ちください、はい、ほらだいぶ煮詰まったでしょ。さっきは液体だったけど煮詰まってきましたっていうところですね、はい、でそこでそのイカのエキス、はい、このを入れてエキスも入れるんですね。ではいきます。そうしなくちゃ、おかなりエキスが入りましたか、はい、でこれで最終的に煮詰めて絡めたらイカの旨味とそのなんと調味料が絡むでしょ。へー、なるほど、はい、あ、ま、イカの旨味ね。そうそう、イカの旨味の中で普通だったら砂糖醤油炊くじゃない、はい、それをここら辺でちょっと先濃いものを作ったのよ。へー、でももう本当にこう今泡状になってますけど、そうそう、ここまで煮詰めるんですね。そう、はい、じゃあ今度はイカをください。いいですか？ OK です、はい、では本体でございます、はい、イカ入りました、はい、それでも絡まったらイカはですねさっきのザルの中で余熱で中まで火が通ってますから、はい、はい、あ、だからタレがもう濃厚だからこう表面に絡むと、はい、でもうこれだ、もうだから炒めすぎない。確かにブリブリのままです。今ほんと食べたら美味しいよ。勉強になりました。では盛り付けてみましょう、はい、もうねちょっとねあの置くとすぐイカの水分が出てきてタレがゆるくなってきたんですが ね、 うん、でもそこら辺はそこら辺で、はい、こういう風にちょっとタレをかけた感じ。わー、美味しそうじゃない。すごく生姜のいい香りがしますね、うん、はい、出来上がりでございます。イカを一旦取り出して後から濃厚なタレに絡めるとプリップリンのイカが楽しめます。冷めても美味しいのでぜひお試しください。続いてはイタリアンで楽しみます。
レモンでさっぱり、これからの時期にぴったりです。イカをね、はい、塩とレモンでいただくので、炒めるのがニンニクとオリーブオイル。まさにイタリアンですね。そうですね、それこそ炒めすぎないように作っていきましょう。はい、はい、では材料ご紹介します。はい、イカですね、それから白ワインと塩で下味をつけます。はい、で炒め用のオリーブオイルとニンニクで、仕上げ用のオリーブオイルとレモン汁、塩、そしてパセリのみじん切り、お皿の横にバジルとレモンを添えて、で仕上げたいと思います。はい、では下ごしらえからしていきましょう。はい、イカは洗って、あまりに大きい足のところはちょっと切りました。はい、でペーパータオルを引いて、それで余分な水分を落としています。はい、でちょっと上からも水分をこう拭き取るようにしてみたいなと思います。はい、もうよく水分は切ってる方がいいですね。その方が余分な水分があると味も濃くなるし、余計その分を炒めたくなるので、はい、加熱時間が長くなるでしょ。はい、だから水分は切っておいた方がいいと思います。なるほどね。はい、白ワインと塩があるので、はいはい、では下味ですね。はい、下味です。はい、白ワインです。そしてお塩です。はい、はい、はい、ありがとう。で下味をつけて、はい、ちょっとなじましておきましょうね。はい、次の下ごしらえは、はい、はい、ニンニクのスライスです。そうですね、多めが好きな方は多めに食べてください。はい、はい、そのぐらいですね。はい、はい、でこれはですね、オリーブオイルと、はい、入れてくださいね。ニンニクで炒めるんですけれど、はい、よく定番ですが、香りが出るまで、はい、弱火でじっくりと炒めます。はいはい、ではニンニクです。まさにイタリアンですね。そうです。でそれこそね、このままお待ちくださいね。はい、しばらく香りが出たり、それからこうニンニクの外側にプチプチプチっていう風に泡が出てきたりしてから入れます。はい、で今日のイカなんですけど、はい、モンゴイカじゃないのね。はい、モンゴイカはお刺身だから、はい、でこれはスルメイカとかヤリイカとかいう風な分類のイカで、はい、私は今回お店でさばいてあるものを基本に使ってますが、昔はですね、そのイカがスーパーに2本とか3本本って言わんのね、2杯とか3杯とか言ってバッグに並んでて、それを買って自分でお掃除して炊いてたのよね。もうこの頃丸のままのヤリイカとかスルメイカとかまず見たことないね。なかなかね、もう見かけないですよね。はい、でここでキョウちゃん質問。はい、イカは、はい、新鮮な時、はい、だからそのこういうふうにカットする前ね、はい、どんな色してると思う？どんな色？うん、あ、でもはい、知ってるんじゃ。え、透明？ああ、最初ね、だから海から上がってきた時は、はい、透明 で、ね、はい、だけど透明だけじゃないですよ、何か色ついとうでしょ、そこに。え、は、青内臓も透けて見えるけど、はい、外側はね、薄茶色なの。あ、はい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 、それで、はい、私ね、若い時ね、はい、茶色い色がスーパーでパックになっての並んでると古いように思ってたの。はい、でちょっとこう傷んでる風にね。そうでね、はい、時間の経過するとその茶色が薄くなって白くなるの。はい、で白い方を買いよった。ある日見たら茶色い方が新鮮なんだってなるほど。でよく見るとこの子も茶色いですよね。そうそう、新鮮なうちにカットして沖で冷凍されてきているのですごく新鮮だと思う。だから外側が茶色いから汚いんじゃなしに新鮮なのよっていう話でした。なるほど、はい、新鮮な色ですで、はい、ニンニクの香りが、そうそう、香りも出てきました。ここさっき言って青もバーッと出てきたので、はい、入れてね。いいではイカです。はい、はい、これも加熱しすぎない。はい、さあどれぐらいでしょう。これはね、はい、さっきの、このどないだ、そのイカがイカの白色になるまで、はい、まあだよですよねいくらなんでもまあだよ。こういう風な白くなったら加熱された証拠なんですが、あ、さっきちょっとまだ透明だったから、こうちょっとまだ透明だったのでひっくり返してね、全体にその、加熱された白い色になるまでちょっと炒めていきましょう。はい、でだいぶ水分切ってあったのに、ね、水気出ますよね。はい、どうでしょう、ほら
加熱された白いな色になりましたね。そうです ね。もうちょっと待とうか、いくらなんでもね、このここの、はい、おおいしい、ね、もう取り出す、取り出す、ニンニク食べたい人はご一緒に、はい、はい、あプリプリですね。そうでしょ。でもうすぐに、はい、はい、では、はい、はい、仕上げのオリーブオイルいいですか、入れてください、はい、味付けのオリーブオイルです。はい、もうここ粉味付けがそう、それでも普通だったらここをフライパンの上でするのをもう出してから味付けする。塩どうぞ。お塩です。はい、はいはい、お塩です。レモン汁も入れて、はい、これでさっぱりと、はい、はい、レモン汁です。でパセリの風味をつけましょう。はい、パセリが入るとやっぱり季節のものですね。はい、こういう感じで、ちょっとマリネっぽく感じるかな、うん、はい、そういう風な感じで少し粗熱が取れたら盛り付けていきたいなと思います。はい、では盛り付けてみましょう。はい、先ほど あのご案内でスイートバジルの葉っぱとレモンを添えて盛り付けます。はい、美味しそう。なんか柔らかそうなのも、もう見てるだけでわかりますね。ね、暴れてますちょっと酸味があって本当にさっぱりしますよね。はい、そうですね。さあこれでお召し上がりください。はい、レモンが効いてさっぱり、夏にぴったりのイカレシピです。プリップリの食感をぜひお楽しみください。さあ最後は中華味で楽しみます。しっかりした味付けでご飯が進む一品です。先生、これは食べ応えあるんですよね。それもそうなんだけど、オイスターソースって言って旨味も味もしっかりしたソースを使って、はい、軽く炒めたところにサッと仕上げる、うん、やっぱりこう濃いめの味で最後仕上げる、ね、それで、なんていうかな、炒めすぎなくって柔らかいうちに濃いめの味付けのものを片栗粉でとろみをつけてこうなんて丸めてしまう。なるほど、そこら辺がポイントね。わかりました。じゃあここでも炒めすぎない。そうですね。はい、はい、じゃあ材料をご紹介しましょう。はい、はい、カットしたスルメイカですね。それから下味用の醤油、はい、そしてチンゲン菜です。で炒め用のごま油と白い方の長ネギですね。調味料はオイスターソース、塩、酒、片栗粉で水をご用意ください。でね、はい、輪切りになっているものが今回あれなんで、はい、輪切りをね長すぎるのでちょっと外そうと思ってるの、はい、こんな感じでね、まあ、食べやすい、そうそう、食べやすい大きさに切るためにね。だからこういうふうに長いのは半分にします、はい、それからリングのも半分にします、はい、それからこの子は自分でお口に入るなと思ったら許してあげます、はい、でこれもそうね、2つぐらいに切っておいた方が食べやすいでしょっていう風な作業をします。でたまにですね、はい、なんていうかな、硬いところがあるので一応どんな感じかなと思って見ておいた方がいいと思います、はい、でイカを一応なんていう大きいところは切ったので、はい、水分を取って、はい、やっぱりしっかり水分を取った方がいいですね。結局ね、ちょっと塩分とか入ると、はい、それイカの持っているなんていうんですか、水分がダダダッと出てくるので、できるだけ外側の水分は取っておいた方がいいと思います。はい、しょうこさん、ここにお醤油をください。はい、下味のお醤油です。はい、はい、でこういう風にしてイカも下味をつけておくと軽く炒めただけで美味しくいただけるようになります。では続いて野菜の下ごしらえです。はい、長ネギはみじん切りにしてよ、準備しておいてください。はい、はい、ではチンゲン菜を切りましょう。はい、でヘタのところは取りますが、はい、きれいに砂がかぶってないかを必ず確認して、はい、食べやすい長さに、おいしょ、よいしょ、立派ですね。そうでしょ。でこっちのところは
葉っぱのところは切っておきますが、はい、私的には必ずこの葉っぱをザクッと入れておきます。そうすると葉っぱもね、はい、長すぎる。そうですね、大きいですもんね、はい、でもう食べやすい大きさ。そうそう、これはねこのぐらいで大丈夫なんですが、はい、あとはそれこそ炒めやすい大きさに外れたものはしておきますし、はい、こちらのところは大きさに応じて2つだったり3つだったり4つだったり炒めやすい火が通りやすい大きさに切っていきます、はい、で他のものも同様にしておきましょう、はい、では早速炒めていきましょう、はい、もう準備できましたのでね、もう中華料理で風ですからね、中華の仕上げですからトントン仕上げていきますよ、はい、ごま油のいい香りがしております。そうです、ごま油で、さすがにねこれを真っ黒に最初からするわけにいかんので、ちょっと弱めでよく言う香りが立つまで炒めていきましょう、はい、あでもなんか少し香りがね出てきたね、もうちょっとね、はい、合わせ調味料を作っててくださいね。わかりました。そこにはオイスターソースが入ってるんですね、はい、でお酒、はい、はい、そしてお塩です、はい、そして片栗粉、はい、はい、でお水も、はい、はい、やはりこう先に下味をしっかり、そうです、一人で作ってる時もここの弱火でちょっと 目の隅で見れる感じで、合わせ調味料を作っていきます、はい、ちょっと薄茶色っていうかきつね色ぐらいになったのね、普通の火力にします、はい、でね、はい、火力にしたら今度強火にします。野菜炒めだからね、もう一気に一気に炒めちゃう、はい、まず芯の方から、芯の方からね、はい、でね1分ぐらいです、はい、強火ででね待ってる1分って案外長いね。そうですよね、はい、ね、もうひと混ぜしたら、はい、下味をつけてあるイカをください、はいはい、もうこれはあの醤油ごと入れていきます、はい、中にしっかりと味付けですよね、はい、でね軸の方は炒めてあるので葉っぱがしんなりしてイカがよく見えてきたら、はい、調味料を入れて仕上がりになります、はい、でまだちょっとイカもいつあの炒めてきたらちょっとまだ透明感があるね、だからもう少しですね。でもチンゲンさんだいぶしんなりして、そうそう、もう傘減ってきましたよね。そうですね、なんかイカのねボリュームの方が出てきましたね。そうです、イカがよく見えるようになりましたね、はい、あもうそうしたらもういい香り、葉っぱはもうあれですから、はい、はい、どうぞ入れてください。いいですか、はい、では味付けです。はいね、イカも炒めすぎないっていうのが今回のテーマですから、こういう風にしてイカとチンゲンサちょうどいい割合ぐらいかな、美味しそう、おかずとしてはいい感じです ねすぐにとろみがついて、はい、でとろみもつくしイカも基本的には白くなってかな、はい、終了、出来上がりです。売りすぎです、美味しそうですね、はい、はい、美味しそうなの、もう本当美味しそうです。足私好き、美味しいですよねはい、イカとチンゲン菜の食感が美味しい炒め物、オイスターソースのコクでご飯が進みます。ぜひお楽しみください。和風、イタリアン、中華、イカを使ったレシピが3品仕上がりました。先生今回ですねこう加熱しすぎないっていうのをテーマにお料理しましたが、本当にこう見るからにもうプリップリの弾力があるイカに仕上がりましたよね。でこう弾力があるとこう噛み締めた時にこうイカ本来が持ってるこう甘みとかも味わえるので、こう素材も生きてくるんだなというのがよく分かりました。こんな風にこういろんな料理で楽しめるイカですね、これからちょっと
イカ上手になんかできるような気がしたので作っていきたいと思います、はい、では今日のレシピのポイントお願いします、はい、私が学生時代ですから40年から50年ぐらい前の話、はい、その時イカとかタコはコレステロールが高くなるって言ってあんまり食べていい食材ではなかったの。そうなんですね。社会通念 で、 で大学卒業したすぐぐらいにこの頃はタウリンとかいうものがイカタコにもあって体にいいっていうレポートが出てるのよって言って現場の大学の先生から言われたの、はい、でイカとかタコをね料理するためにそれを思い出すの。今はもう食べてもいい食材、そうそう、だから低カロリーでそれから高タンパクでタウリンがあって心臓とか肝臓の機能を良くするって、はい、本当に食べたら食べた推奨する食品なんだけど、いや科学の発達ってすごいなってイカタコを料理するために思っちゃいますね。もう時代とともにこう変わってきてということなので、はい、皆さんは美味しく食べてください、はいはい、ね、ぜひもうたっぷり食べていきたいと思います、はい、さあ今回作ったイカレシピはイカの生姜焼き、甘辛い生姜味、冷めても美味しいです。そしてイカの塩レモン炒め、レモンが効いてさっぱり、夏にぴったりのイカレシピです。そして最後はイカとチンゲン菜のオイスターソース炒め、濃厚プリップリのイカにシャキシャキのチンゲン菜の歯ごたえをお楽しみください。加熱しすぎず、プリップリのイカを楽しみましょう。ではでは皆さんご一緒に、せーの、レッツクック。